はい、アイランドファクトリーのルカパトでございます。忍びストライカー、本日は小キャラ内葉止水を使っていきたいと思いますので、術を一つずつ見ていきましょう。まず一つ目、内葉流日傘の舞です。クールタイムが18秒で、敵に高速で突進し炎をまとわせた担当で連続攻撃を行う術。一撃ごとに瞬身の術で敵の背面に回り込み追撃する。初撃が当たった対象は代わり身使用不可状態になるとなっております。これ確か守りの方のね、最強忍術ともいえるスサノオの鎧も貫通したはずなので、まあスサノオの鎧が出て以降結構増えた術かなと思います。これにね、晩鐘店員と合わせて使うのも個人的に好きだったりします。そしてもう一つが内波流手裏剣術おぼろ車です。風魔手裏剣を地面に突き刺し追加入力で引き寄せる。自身に行動速度、攻撃追従性能、回避距離上昇を命中した対象に忍術使用不可状態を与える。また設置時の衝撃波で代わり身の速攻ゼロにするとなっております。クールタイムが9秒ですね。これはものすごくオンライン上でよく見ますね。このバフがね、とにかく強く、クールタイムも短いので回転率がすごく良くてですね、まあ、これでバシバシ殴ってチャクラクローでね、ガシガシするっていうのが非常に多いかなといった印象です。まあ、敵に当てたりするのはね、結構おまけレベルなので、このバフがメインと言ってもいいのではないでしょうか。そして固有代わり身が瞬身移動ですね。瞬身の術で移動し敵の攻撃から脱出する。移動後一定時間行動速度上昇、攻撃追従性能上昇、回避距離上昇の効果を得るとなっております。クールタイムが25秒かつバフをねかけられるので、まあ、使いやすい部類の代わり身なんじゃないでしょうか。そして最後に奥義が琴天掴みですね。万華鏡シャリンガンによる最強の剣術。味方全員に一定時間シャリンガン状態を付与し、ほとんどの敵忍術を防ぐ。追加入力で琴天掴み残光でいいのかなを発動し、剣術により敵全体の強化効果を解除し錯乱状態にするとなっております。まあ、錯乱状態はおそらく左右反転状態ですかね。まあ、これやられるとすごいわかるんですけど、ものすごく厄介で、まあ、左右反転も地味にやらしいんですけど、このね、琴天掴みの万華鏡が目の前表示されてて全く見えないし、まあ、敵はねどんどん殴ってくるしで、発動されたらすごく厄介な奥義だなという認識でございます。まあ以上ですかね。比較的やっぱ新しめなのもあって強くまとまっているかなといった印象です。それじゃあ内葉止水使っていきましょう。はい、やってきました。1戦目撃破戦でございます。内葉の力見せてやるよ。やりましょう。でもね、原則上では一度も戦闘描写のない止水がね参戦するとはいった感じでしたね、個人的には。ですね、この探検も戦闘開始ということでね、やっていきましょう。そんなに移動してくれない。瞬身のね止水となってて、でもなんかシャリンガンは現実で、この人は一体どういう戦い方をするんだろうと思ったら、ね、ちゃんと瞬身の止水たる術をね使ってくれたから良かったですよね。おお、マジか、ナイス、いいね。何、日傘の前だと。やばい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 、よしよし、この機動力、この機動力よ、逃げられるぜ。うわあ、そんな、なんか出会い頭じゃん。やられたぜ。やっぱおぼろ車のねこのバフめちゃくちゃ強いですね。機動力が目に見えて上がるから、まあ、やっぱねこれに合わせるのがチャクラクローなんだなっていうのは如実に感じますよね。どこ行った？いやー、巻き物大変厄介だな。死神の前、日傘の前、うーん、ちょっ
とやっぱ攻撃にかけている。いいよ。飛んでるな。血がその前に拾ったんじゃない？機動力上がってるからめちゃくちゃ。よし、オッケー。止水の攻撃モーションめちゃくちゃかっこいいけど、なんかあんまり合ってないな、自身のこのバフの強化と。ナイス。さあ巻物このまま機動力で取り行こう。を逃すな。オッケー、ナイス。一人落ちている。支援術オモロ車。よっ、血がその前拾えねえか。それは強いわ。よっ、その前からちょっと重たいというか。うお、ナイス。攻撃が当たってる感触ないんだよな。これ出るまでね、失意のこと知らなかったしな、正直。アニメはね見てなかったので、なんで俺そんな飛んだんだ。危ねえな、食らってるんじゃねえか。大丈夫、いや食らってるな。これまた攻撃じゃねえや、移動するのかな。機動力がめちゃくちゃすごいことになってる。うわあ、しょうがねえ。だが奥義は保ったぜ。炎弾の術、いいね、いい術セット。いいよ。さあこれでみんなに助かっていくか。ここで抗う術ではない。最強現実コタマツカン。うわ、それ強くない？でもなんかね、設定上ではかなりチャクラを使う、どの頻度で打てたんだろうね、止水はね。コタマツカンを万華鏡シャリンガンのね、ちょっとわけわかんないところというか、分かってない部分ですが、 OK ということで、もう一ゲームやっていきましょう。はい、やってきました。2戦目でございます。激破戦、さあ勝負だ。早速お相手が抜けております。やるからには負ける戦いはしないよ。頑張りましょう。よろしくお願いします。お、いいね、素のかかしだ。こちらがね、3人パーティーに私が1人入っているという状況なんですが、まあそれを見てね、おそらくといったところでしょうか。気持ちはよくわかります。うわ、なんか俺もすげえ食らってんだけど。うわ、いやいや、こちらが4人で向こう3人ということなら、負けそうな狙わないぐらいですね。いいんじゃないか。ここがフェアっぽ。俺が先にやられていく。強いんだ、普通に強い。人数差あると思ったら大間違いだぞこれ。全力でいけ。結構うほー、一旦これはちょっと体勢を立て直す。これ巻物取らないとか言ってる場合じゃねえ。取らねえと負けそう。取っていこう。これはちょっとちゃんとやろう。ダメだ、3人だと思わない方がいい。よし、忍術のクルタイムかな。気がその前、いやーまずい。うわー、そこ拾ってくる。マジか。なんてチームワークだ、強っ。やばいな、的確。巻物を取ったがこっちマイナス1じゃ
フラマイ的にはよくねえぞ。こっち全員攻めなんだな。やるやる、ナイスナイスナイス。ナイスナイスナイス。ここはでも取らずに行こう。五分だからあれ。ここはあえて狙わない。昨日から本当にヒットが良くない。よしよし、殴れ殴れ。全然当たんない、全然当たんない。リーチ短くないですか、シスイさん。うわマジか。シスイさん、シスイさん、ちょっとさ、ようやく結構やられそうだな、こっち。そして怠慢してたな。日傘の前、さらにここから、うわー爆発した。いやー究極まぶさい。うわー危ない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 。コタンをつかみ、なんで、うわー負け負けた。なら使う俺も最後強っ強いんだが、びっくりなんだが、めちゃくちゃ強かった。攻め2人すげえチームワーク良かったわ、おみそれはい、というわけで本日の動画は以上で終了となります。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。